ハーディは1936年浸水のイギリス海軍の駆逐艦、H q 駆逐艦の共同艦。艦名の由来はトマス・ハーディ海軍中将にちなむ。1935年5月30日に寄港。1936年4月7日に浸水。1936年12月11日に巡航した。1939年9月に 第二次世界大戦が始まった時、ハーディはマルタにあった。10月、ハーディは、シエラレオネのフリータウンへ移り、軽部隊と共に、南大西洋で、ドイツの通称破壊艦想作に従事した。12月8日にハスター特駆逐艦、ホスタイル、ヘレワード、ヘイスティは、巡洋戦艦ルナウン、アークロイヤル、軽巡洋艦ネプチューンと合流。リオデジャネイロで給油後、 ラプラタ沖海戦で損傷し、モンテビデオに入港していたドイツの装甲艦アドミラルグラーフシュペイが脱出を試みた場合に備えてラプラタ川川口へと向かった。1940年1月25日から2月12日までデボンポートで整備を完了後、スコットランドのグリーノックへ移り戦団護衛に従事した。3月9日にスカパフローで 本国艦隊の第二駆逐隊に編入されその期間となった。4月6日、第二駆逐隊は、ノルウェーのベストフィヨルドへの機雷不施設に向かう第二十駆逐隊を護衛した。これは、なるびくからドイツへの鉄鉱石輸送妨害を目的とした作戦であった。ドイツ軍による侵攻が、まだ始まる前であった4月8日朝に、機雷不施設は行われ、それから、 巡洋戦艦レナウン及びその護衛と合流した。1940年4月10日、ノルウェーのフォートフィールドでの第1次、ナルビク海戦でドイツの駆逐艦と交戦し戦没した。ありがとうございます。